ほら、今朝話したじゃない。例の麻酔症の事件、なんかあの事件にも関係してたって話をひかりさんから聞いたことあるわ。そう、嫌そうな顔しなさんなって。まあ彼女のことだからあんまり詳しいこと話してくれなかったけどね。うん、あの子素直だしね。それにあの性格でしょ、どうにも危なっかしくってついおせっかい焼いちゃうんだよね。あれで男の子だったら母性本能くすぐられてヤバかったかもね。ああ、誰かさんもあの子くらい素直だったら可愛いのにね。わからなきゃいいね。もう、それってマジボケなの？バンド活動の方どうなのよ。ここんところあんまり調子よくなさそうだなと思ってね。別に曲の内容とかの問題じゃなくて、あんたが調子悪そうなのがちょっと心配になっただけよ。そりゃ毎日見てりゃわかるわよ。なんか私に協力できることあるかな。作曲手伝うとかそんなことは無理だけどさ、なんか手伝えればと思ってさ。そりゃあんたがみんなから浮いて見えるし、一人なのはかわいそうって同情してるわけじゃないよ。たださ、居場所がない辛さは私も分かってるつもりだし、それに私自身誰とでも仲良くしていたいからさ。いいよ、そんなに笑わなくてもいいじゃない。
キリュウ？どうしたの？キリュウ？どうしたの？いつにも増して元気ないね。あんまり思い詰めると体に良くないぞ。少しリラックスしなさい。
ね、お願いなの。そりゃ引き受けてあげたいのは山々だけど、でもこのままだと桐生の音楽どんどん力がなくなっちゃうから。と言われてもね。知らぬ数人の男に捕まったんだってさ。だけど担ぎ上げられて運ばれただけで何もなかったんだって。うん、そう、それでね、それでさ、それで問題なの。別にあんたのことなんか話してないわよ。ちょっと自意識過剰じゃない？何を暴力振るおうっての？